ホンモロコ。琵琶湖に住む固有種で鯉の仲間です。素焼き、佃煮、南蛮漬けなどにして食べるのが美味しく、鯉科で最も美味しいと定評です。旬は秋から冬にかけて。かつて琵琶湖を代表する味覚の一つでした。しかしホンモロコの漁獲量は平成6年頃まで200トンから400トンでほぼ安定していましたが、平成8年には96トンと急激に落ち込み、その後も減少が続き、平成19年には7トンまで低下。平成23年から増加に転じ、近年では14トンから16トンで推移しています。ですがホンモロコの資源量としては王子と比べればまだまだ低水準です。そのため滋賀県ではホンモロコを増やすさまざまな取り組みを進めています。その一つが水田を利用した種苗生産。テレビ滋賀プラスワン、今回はホンモロコを増やす取り組みをご紹介します。始まりました、テレビ滋賀プラスワンです。30度を超えると琵琶湖で泳ぎたくなる桂小雀でございます。そして泳げないのに泳ぐ夢を見た中倉麻里子です。よろしくお願いします。ちょっと待って、それは溺れてんのじゃないのか。大丈夫か。そうかもしれませんね。大丈夫か。さあ、はい、小雀さん、琵琶湖には本当美味しい魚がね、たくさんいますよね。いっぱいいます。はい、もう私好きなのはビワマスですね。脂が乗ってて、でもしつこくなくて美味しいんですよ。エモン食ってる ね、はい、ね。あとアユの佃煮でしょう、はい、それからホンモロコもね。あの春のホンモロコ、全部エロいよな。骨がね、柔らかくて食べやすいんですよ。はいはい、頭からガブッと。ゴリの佃煮で、ゴリの佃煮。手軽なもので、はい、ホンモロコはね、あの素焼きにしたやつ酢漬けにしたらまたこれうまいんだ。そうなんですよね。お酒にもご飯にも合う感じがしますけれども、はい、でもね、以前ほど取れないとなると残念なんですよね。そうですね、そんな話もちらほらと聞いてますが、そうなんです、はい、ということで今日はそんなホンモロコを増やす取り組みをご紹介してまいります、うん、はい、ゲストをお迎えしております。滋賀県水産課の畑野正隆さんです。よろしくお願いします。お願いいたします。よろしくお願いいたします。なんか若々しい感じですけれども、爽やかな。ありがとうございます。正確に言わなくていいですけど、何十代ですか。まあ40代くらい。40代見えへんな。若く見えますね。な、同じ、もう40代ですそうか、こうですよ。俺も一応40代やねんけど。そうですか、そんな違いますかね。俺結構若く言われる方やけど、なんかさらに、そうですね、爽やかな。そうですか。そうですか。水産を、水産のことをなんか主にやっていらっしゃるんですね。そうですね、はい、水産の、はい、今日はホンモロコについていろいろと教えてください。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ホンモロコはまずなんですけれども、どうして取れなくなってきたんでしょうか。はい、ホンモロコがまあ減った原因なんですけれども、はい、まあ吉田など、まあ、ホンモロコのまあ産卵する場所がまあ減ってきてしまったということとか、あとはまあ外来魚が増加してしまったりとか、あとはですね、まあ、水位が低下することで産んだホンモロコの卵がですね、干上がってしまったりすることなど、まあ、原因が重なりまして、まあ、漁獲が減少したのではないかなというふうに考えられています。はあ、なるほど。吉のところでも干上がるような位置に卵を産むということですか。そうですね、水面ギリギリのところに卵を産むんで。そんなことも知らないや。そういう、まあ、減少傾向にあったものがなんかまた少しずつ増加傾向にあるのはどういうことなんですか。はい、ホンモロコをまあ増やしていこうという取り組みを行っているわけなんですけども、はい、まあ、これまでも、まあ、稚魚の種苗放流を行ってきたほかですね、はい、漁業者さんが、まあ、資源管理ということのためにですね、自主的に、5月から6月 の、 ホンモロコ漁を、まあ、禁漁にしている取り組みを行っております。はい、またですね、平成29年からはですね、イバナイコや西の湖に流れ込む川の一部で、まあ、産卵するホンモロコを保護するために、釣りなど、まあ、遊魚の禁止措置も、まあ、行っているところです。はあ、釣り、遊魚というのは釣りのことなんですか。そうですね、釣りとか投網で取ったりとか、そういうことになります。はいはい、あ、それやっぱり禁止すると結構効果が出てくるんですね。面白いですね。はい、他にも何かあるんですか。はい、この他にもですね、まあ、外来魚をまあ集中的に駆除するという取り組みを行ったりですね、うん、
あとはまあ何個で水草がたくさん生えているんですけれども、まあ、その何個でまあホンモロコの稚魚がまあ沖合へスムーズに移動できるようにということで水草の刈り取りというのもまあ取り組んでいるところなんです。なあ、いろいろやってあるんですね。対策されていますけれども、はい、その中でも近年注目されているのが水田での種苗生産なんですよね。はい、まあ、その種苗生産を行うためにですね、はい、琵琶湖に浮かべた、まあ、イカダのところで、まあ、親のホンモロコを、まあ、育成しておりまして、まあ、そこで生まれた産卵された卵を、まあ、施設の方に持ち帰って孵化させて、まあ、その生まれた稚魚をですね田植えした水田に放流します、うん、そして、まあ、2センチほどに育った稚魚を琵琶湖へ、まあ、そのまま放流するという取り組みを行っています。なぜ水田なんですかね。小田さん、そのあたりをですね、はい、石塚リポーターが聞いてきてくれていますので、水田での種苗生産の取り組みについてご覧ください。まず訪れたのは北山田漁港。たくさんの漁船が並んでいます。紹介いただくのは公益財団法人滋賀県水産振興協会の田中充さん。これからホンモロコの卵を採取している場所へ行きます。向かうのは北山田漁港の沖合に設置されているイカダです。このイカダでは滋賀県水産振興協会がホンモロコやニゴロブナの育成を行っています。これがイカダですか。はい、いや大きいんですね。そうですね、うん、ここでホンモロコの卵を取っているんですか。はい、うん、親をずっと飼っているんです。はい、イケスには卵を産む親が育成されていて、産卵のシーズンを迎えると卵を産みつけやすいシートを浮かべておきます。するとシートの上に登り産卵します。この小さいやつですか。あ、そうです。あ、いっぱいありますね。そうですね。でもだいたい1ミリ2ミリぐらいですか。1ミリぐらいかな。うん、結構透明感のある、ね、白い。もっと透明になりますよ、生まれ。あ、そうなんですか。孵化する前になってくるとね。うん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 、あ、こんなにいっぱい。この一つの網でどれぐらい取れるんですか。うん、卵ね、4万から5万ぐらい。4万から5万。はい、へえ。採取したホンモロコの卵は一時的にイカダで保管し、夕方にまとめて持ち帰ります。そして琵琶湖栽培漁業センターで孵化させます。北山田漁港のすぐ近く、琵琶湖栽培漁業センターは滋賀県水産振興協会が管理運用する施設で、琵琶湖の水産資源の中でも特にニゴロブナやホンモロコのような温水性の魚類を生産放流するために作られた施設です。ここからご紹介いただくのは滋賀県水産振興協会の中新井隆さん。こちらでホンモロコの卵を孵化しているんですよね。はい、そうです、うんうんうん、こういう孵化水槽っていうんですけど、はいはいはい、ここに卵を入れて魚を孵化させてるんです、はい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 、卵を入れてから孵化するまではだいたい5日から7日間ぐらいですね。はい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 、うわ小さいですね。いやでも本当にパッと見ると本当に小さい点々のように見えるんですけど、はい、でもよく近くで見るとちゃんとお魚の形してますよね。はい、はい、でもよく動いてますね。そうですね、まあ、もう生まれたばかりでも元気はいいですよ。あ、ではこれぐらいのホンモロコが琵琶湖にいたってことですよね。はい、そうですね、うん、まあ、今でもいるんですけれども、はいはいはい、これがまあ昔はまあかなりたくさんいたのが、うん、最近では少し減ってきてしまったということですね。そうなんですか。それって理由はどうしてですか。まあ、やっぱりご覧の通り生まれてすぐは小さいの で、うん、はい、でこういう小さい小魚を食べる外来魚が琵琶湖でかなり増えてきてしまったっていうことは、うん、まあ、大きな要因の一つではありますね。そうなんですね、うん、あとは、まあ、産卵場が、まあ、昔は琵琶湖の周りにたくさんこういう船やモロコの産卵場がたくさんあったのが、はい、それがだんだん、減ってきてしまったっていうことも要因の一つです。ホンモロコの孵化稚魚は生まれて1日から2日後には水田へ放ちます。
やってきたのは長浜市にある琵琶湖近くの水田です。田植えも終わって小さなさなえが気持ちよさそうに風に揺られています。運ばれてきた本もろこの稚魚はビニール袋から直接水田へ放流します。1ヘクタールの水田におよそ30万尾から35万尾放流します。あ、流れていきました。よし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 。わあ、よく見ると小さなホンモロコがたくさんいますね、はい、いやー、ここでね大きくなっていってほしいです。そうですね、うん、今水田に小さなホンモロコの稚魚を放ちましたけれども、はい、どうして水田に放つんですか？あの、水田というのは今のこのホンモロコの小さな子供のようなそういう魚が育つのにすごく有利な環境があるんですね。っていうのが、あの、まず一つは水温が琵琶湖に比べてもすごく高くて成長が早いっていうことと、あと餌になる動物プランクトン、ミジンコとかのそういう餌がたくさん田んぼには発生するんですね。だからそう餌が豊富っていうことと、あともう一つは、まあ、食べられるような外来魚ですとかそういう外敵が田んぼにはいないので、まあ、安全に育つことができる。だから今の魚をそのまま琵琶湖に放してやるよりも、こうやって一旦田んぼに入れて育ててやった方が安全にたくさん大きく育つということなんですね。まさに魚のゆりかごなんですね。はあ、なるほど。農業とリンクして漁業がなんかまた息づいてるんですね。面白いな。あの田んぼね、綺麗じゃないと、元気じゃないとね、あんなに小さい魚たちがすくすく育ってくれないですしね。そうですよね。こういう形ですよね。うん、この稚魚と稚魚って呼び方変えてありますけど、なんか違いがあるんですか？あ、はい。稚魚っていうのは、親の魚がちっちゃくなったような形なんですけれども、はい、稚魚っていうのは生まれたばかりの魚のことを指して、うん、生まれたばかりですと、ヒレがなかったりとか、なかったりとか、鱗がまだ発達してないとか、そういう形で親とはちょっと違う形をしてるんです、はい、そういう時の小さな魚を稚魚というふうに呼んでます。稚魚のさらに小さいのを稚魚と、はいはい、あ、なるほどな。そして滋賀県ではニゴロブナの水田放流も行われていますよね。ほうほう、はい。もともとですね、まあ、ニゴロブナとかコイとかなどはですね、田植えした後の、まあ、水田で産卵をしていたんです。で、まあ、水田の改良で、まあ、昔よりも魚が水田に入りにくくなってしまっているんですけども、まあ、水田放流というのはもともと魚たちが持っていた性質を生かした取り組みなんです。へえ。その他の取り組みとしては？はい、この他、まあ、水田を活用した取り組みとしては、魚のゆりかご水田プロジェクトといって、ニゴロブナや、まあ、コイとかナマズなど水田の中で魚が産卵できるように、水路から水田まで、まあ、魚道を作って魚を呼び込むというような取り組みも行われています。うん、あ、お魚に優しい取り組みですね。はい、うん、滋賀県全体でどれくらい水田放流してるんですか？はい、本もろこで申し上げますと、まあ、本格的な、水田放流というのは平成24年から開始されていますが、琵琶湖一円の水田でおよそ800万尾のホンモロコの稚魚を放流しています。うん、800万尾って聞いたらだいぶ多いイメージではありますけど ね、 ね、ホンモロコは水田でどれぐらいの大きさまで成長するんですか？はい、およそまあ1ヶ月で2センチから3センチぐらいの大きさになります。うん、結構大きくなるんですね。はい、水田放流したホンモロコの稚魚は実際にはどれくらい大きくなったのか見てきました。ご覧ください。先ほど水田に放流したホンモロコはどれぐらいで2センチぐらいの大きさになるんですか？だいたい3週間ぐらい、はいはい、20日間ぐらいかかりますね。ぐらいになるんですね。はい、そしてこちらの水田は5月4日に放流されたということで、はい、ちょっと大きくなってるんですかね。そうですね、ちょうど20日間で、はい、では見てみましょうか。だいたいこの辺にいますか？はい、どこでも。あ、本当だ、あ、いますね。ちょっと大きくなってますよ。でもだいたい 1.5 センチから、2センチぐらいの大きさですね。水田で育ったホンモロコと琵琶湖で育ったホンモロコの違いっていうのはどこにありますか？ホンモロコそのものに違いはないんですけども、はいはいはい、やっぱり水田の方が琵琶湖よりもかなり水温が高いんでね、うん、成長が早いです。もう
倍近く早いと思います。そうなんですか、はい、本来もともとは水田で産卵はできるんですか、はい、いえ、ホンモロコっていうのは、まあ、もともとフナやコイみたいに田んぼで産卵する魚ではないんですけども、うん、それでもあの同じようにこうやって田んぼに稚魚を入れてやると、うん、あの田んぼで育つことができるんですね、うん、じゃあここで育ったホンモロコはどうするんですか、この後あの田んぼでは、うん、あの6月の中頃に一度中干しって言って水を落とす作業があるんですね、はいはい、でその時に、ちょうど入れてから1ヶ月後ぐらいですので大きく育ったモロコが、そのまま水路へ流されてそれから琵琶湖へ泳いでいくということです。そうなんですね。全体のどれぐらいが琵琶湖へ行くんですか。大体あの私たちがしている調査では入れた数の3割から4割ぐらいが大きくなって琵琶湖へ出ていってますね。その3割から4割っていうのは高い方、はい、あの確率的には高い方になるんですか。これはかなり高いですね。そうなんですか。あの普通琵琶湖ではこの生まれたての魚がその2センチから3センチになるっていうのはもう本当にごく数パーセントしかないので、はい、あのもう20倍から30倍ぐらい高いって言われてます。3割ってね、なんか随分少ない数に減っちゃうんだなと思いましたけど、うん、それでも自然で育つよりはだいぶ多いんですね。結構結果は出ている感じですもんね。そうですね、はい、この水田放流の成果としてはいかがですか、うん、はい、あの琵琶湖のホンモロコの数っていうのは、まあ、近年増加傾向にはあるんです、はい、で、まあ、何個の赤の岩の水田で、まあ、放流したホンモロコの例で申し上げますと、ここ20年ほど南湖ではホンモロコの産卵というのはほとんど見られなかったんです、うん、その中で、まあ、赤の岩で、外来魚の集中的な駆除や水草の刈り取りと合わせて、水田からのホンモロコの放流を行いました結果、調査での、ホンモロコの、採捕数がですね、まあ、増加傾向にあるということがあります。またその内訳を見てみますと、水田由来の魚のほか天然由来の魚も多くなってきていることから、まあ、ホンモロコの放流というものが功を奏しているというふうに考えています。うん、なるほど。これ天然と、放流とどうやって分かるんですか、うん、取って。あ、はい、水田に放流したホンモロコにはですね、まあ、耳石という部分にですね、標識印をつけてあるんです、はい、ですのでまた捕まえてきた、ホンモロコのその耳石を見て観察して、それがもともと水田から放流したものか天然で生まれたものかっていうのを。なるほど。本当はかなり正確なんですね。はい、そうですね。分かるんですね。どんどん増えてきてるのが嬉しいことですよね。そうですよね。で、うん、旬は秋から冬ということですよね。琵琶湖に帰ってからそこまでまた大きくなって私たちのところに届くと、はい、うん、本当にこれからもね、本当に美味しいホンモロコたくさん食べたいですし、はい、増えていくの嬉しいですよね。嬉しいですね。畑野さん、はい、メッセージを皆さんによろしくお願いいたします。はい、あのホンモロコなど琵琶湖の魚っていうのは、はい、あの大変おいしいと思います、そしてあの食べて、まあ、関心を持ってもらえれば大変嬉しいなと思っています。またですね、あの、はい、琵琶湖の魚を増やすために、まあ、外来魚の釣り駆除釣り大会とか、あとあのいろんな魚をですね、まあ、放流体験する学習会なんかも、はい、あの開催されていますので、機会があれば皆さんぜひ参加していただきたいなというふうに思います。なるほど。足を運んでもらいたいです ね。ぜひとも参加して、まあとにかく小魚を食べることですよ ね。ぜひとも美味しい小魚を皆さんで楽しんでください。それでは皆さん、また次回さようなら。